今日は快晴、上ももう登頂日和、みんなまあ登ってるわけでしょう。今頃登頂かな。でこちらもあれあれ、今日は上のキャンプに行ってちょっとだけ仮眠して、明日朝登頂します。はい、よっしゃ、なんとかなんとか天気を持ってくれ、お願いします。これにまでにもましなくいい天気で全部見える。今日はいい天気、なんとか明日もこれでお願いしたい。今日めっちゃ登頂日和、いいなぁ、すっげえいい天気、なんとかお願いします。明日もお願いします、お願いします。どうか、明日登頂できるかな。天気とその他要因が合えば明日登頂。いろいろ山以外の難しさが多いです。でなり、すごい天空の城だな。後ろ向くとすごいっす、半端ない綺麗さが半端ないぞ。これすげえ綺麗、やばいな。え、ぐわー、エベレスト見れなかったから、すげえ綺麗、やべえすげえ、天空だ、天国みたいだ、すげえ、うぅぅぅぅぅ、すげえ綺麗、やばい綺麗さ、この綺麗さ多分これならビデオでも伝わるんじゃないか、すごい、うぅぅ。ちょっととか最後の出なりなんで、最後の出なりをちゃんとととか。綺麗さはやっぱセブンサミットの中でもワンツーいくかもしれないですね。これうわめっちゃ綺麗。まだねもう夜なんですけど、サングラスがまだ必要なんです。今8時夜の、うわこれ天国だな。エベレスト自分ほんと見れなかったんで、全然曇ってて天国です。どうやら自分がエベレスト登頂した時は吹雪いてたんで何も見えなかったんですけど、エベレストはこれより断然比べ物になんないぐらいすごいらしいです。なんてこった、何も見えなかったけど、これの比べ物になんないぐらいすごいってエベレスト。うぅ、あれですか、あれデナリパス、わお、うわぁすっげぇ、あれ頂上ですか、あ、右、うん、あっちの前の先らしい頂上は。はあ、疲れた。でもすげえすげえ、ここひゅひょー、すげえ、なんじゃこりゃ、すげえぞ、すげえ、うそ、こりゃすげえ。
山頂はすごいかな。今20キロぐらい背負ってるけど、山頂行くときはもう絡みって言っていいはずだから絶対いけるね。これすげえ天空だよこれ。やべえいい天気だぞこれ。いやテント作りました。テントノースフェイス代表、大賞でね、代表勝つ。テント頑張りました。もう散々掘ったね、掘りまくり。熱っ。登場しようよ。登場だな。あもうすぐだもん。余裕だよ。でしかもだってバッグがないんだよ。すごいことだよね。今までの20キロぐらいのバッグがないんだよ。第一20キロぐらいでバッグ背負って。そう